メ化が決定している。小学館コミックアプリ漫画ワンにて好評連載中のカバディを題材とした人気作品灼熱カバディが2021年4月よりテレビ東京他にて放送開始となることが決定した。合わせて第1弾メインキャストが解禁となり、コメントが到着した。アップストアからダウンロード、 Google プレイからダウンロード。灼熱カバディは武蔵野荘さんによる日本の漫画作品で、男子高校生たちがカバディに打ち込む様子を描いた史上初のカバディを題材としたスポーツ漫画。2015年漫画アプリ漫画ワン、ウェブコミックサイトウラサンデーともに小学館での連載をスタート以降、さまざまなメディア、スポーツ媒体で取り上げられているほか、日本のカバディ人口が増えつつあるなど、密かに話題を呼んでいる人気作品だ。RR、史上初、カバディにかける男子高校生たちを描く灼熱カバディアニメ化決定。ティザービジュアルティザー PV 第1弾公開。今回灼熱カバディが2021年4月よりテレビ東京他にて放送開始となることが決定した。また宵越達也役を内田雄馬さん、王城雅人役を岡本信彦さんが担当することも発表された。合わせて公式サイトにてキャンド音声が公開されたほか、キャストからコメントが到着したので紹介する。キャントとは途中で息継ぎすることなしに絶えることなくカバディという単語を繰り返すこと。日本カバディ協会 HP より第1弾キャラクター紹介キャストコメント。宵越達也 CV 内田雄馬、不当の宵越と呼ばれるサッカーの有名選手だったが、高校入学を機にスポーツとは縁を切る。しかし勧誘に来たカバディ部と入部をかけた勝負をしてヘリップ。宵越達也キャンプ音声。内田雄馬さんコメント。かつて不当と呼ばれた天才がカバディに出会い、カバディにのめり込み、カバディに熱く燃えたぎっていく。熱いです、最高に熱いです。アニメ灼熱カバディ、どうぞよろしくお願いします。北条雅人 CV 岡本信彦農協カバディ部の部長。細身の体格をカバーするカウンターを使いこなし、国内トップレベルの実力を誇る。プレー中にスイッチが入ると獣のような表情を見せることも。カバディ歴は10年以上。王城雅人キャンプ音声。岡本信彦さんコメント。王城はオーディションの時からやりたかった役なのでとても嬉しいです。第一印象では可愛さと狂気を持つ二重人格キャラクターと思っていたのですが、キャプテンとしてクールかつもっとしっかりしているとのことで、大分声の表現としては抑えめにありました。楽しんでいただけたら嬉しいです。公式ツイッターではフォローリツイートキャンペーンがスタート。内田雄馬岡本信彦サイン色紙をプレゼント。第1弾メインキャスト解禁を記念して、灼熱カバディ公式ツイッターにて宵越達也役内田雄馬さん、王城雅人役岡本信彦さんの直筆サイン色紙のフォローリツイートキャンペーンが実施中だ。応募期間は10月19日月曜日までとなっている。詳細は公式ツイッターをご確認いただきたい。アップストアからダウンロード、 Google プレイからダウンロード。作品情報、 TV アニメ灼熱カバディ放送情報。2021年4月よりテレビ東京他にて放送開始。イントロダクション。宵越達也は不当の宵越と呼ばれるサッカーの名選手だったが、高校入学を機にスポーツと縁を切ってしまう。そんな彼のもとへとある運動部が勧誘にやってくる。その競技は仲間と協力し縄張りに侵入する敵を捉え、引きずり倒すことで勝利へとつなげるヘリップ、言うなれば走る格闘技。の名はヘリップ、ヘリップ、カバディ。スタッフ、原作、武蔵野荘、小学館漫画アプリ、漫画ワン監督、市川亮也キャラクターデザイン、高田丸音響監督、私小2シリーズ構成、柿原優子脚本、
柿原優子、後藤みどり音楽、伊藤家アニメーション制作協力、ドメリカアニメーション制作、トムスエンターテインメント制作、TV アニメ、灼熱家バディ制作委員会。キャスト、宵越達也、内田優真往生せ。暑いです。最高に暑いです。アニメ、灼熱家バディ。どうぞよろしくお願いします。北条政人、CV 岡本信彦農協カバディ部の部長。の体格をカバーするカウンターを使いこなし、国内トップレベルの実力を誇る。プレイ中にスイッチが入ると獣のような表情を見せることも。合わせて公式サイトにてキャンド音声が公開されたほか、キャストからコメントが到着したので紹介する。キャントとは途中で息継ぎすることなしに、耐えることなく、カバディという単語を繰り返すこと。日本カバディ協会 HP より、第1弾キャラクター紹介キャストコメント。宵越達也、CV 内田優真、不当の宵越と呼ばれるサッカーの有名選手だったが、高校入学を機にスポーツとは縁を切る。勧誘に来たカバディ部と入部をかけた勝負をしてヘリップ。宵越達也キャンプ音声。内田優真さんコメント。かつて不当と呼ばれた天才が、カバディに出会い、カバディにのめり込み、カバディに熱く燃えたぎっていく。カバディ歴は10年以上。北条政人キャンプ音声。岡本信彦さんコメント。北条はオーディションの時からやりたかった役なので、とても嬉しいです。印象では可愛さと狂気を持つ二重人格キャラクターと思っていたのですが、キャプテンとしてクールかつもっとしっかりしているとのことで、大分声の表現としては抑えめにありました。読んでいただけたら嬉しいです。公式ツイッターではフォローリツイートキャンペーンがスタート。内田優真岡本信彦サイン色紙をプレゼント。第1弾メインキャスト解禁を記念して、灼熱カバディ公式ツイッターにて宵越達也役内田優真さん、北条政人役岡本信彦さんの直筆サイン色紙のフォローリツイートキャンペーンが実施中だ。応募期間は10月19日月曜日までとなっている。詳細は公式ツイッターをご確認いただきたい。作品情報、 TV アニメ灼熱カバディ放送情報、2021年4月よりテレビ東京ほかにて放送開始。イントロダクション。宵越達也は不当の宵越と呼ばれるサッカーの名選手だったが、高校入学を機にスポーツと縁を切ってしまう。彼のもとへとある運動部が勧誘にやってくる。その競技は仲間と協力し縄張りに侵入する敵を捉え、引きずり倒すことで勝利へとつなげるヘリップ。言うなれば、走る格闘技。競技の名はヘリップ、ヘリップ、カバディ。スタッフ、原作、武蔵野荘、小学館漫画アプリ、漫画1監督、市川亮也キャラクターデザイン、高田丸音響監督、渡翔2シリーズ構成、柿原優子脚本、柿原優子、後藤みどり音楽、伊藤家アニメーション制作協力、ドメリカアニメーション制作、トムスエンターテインメント制作、TV アニメ、灼熱家バディ制作委員会。キャスト、宵越達也、内田優真往生せ。